さあシルクハットの中には可愛らしいウサギちゃんがいるぜウェイ。さあこのウサギがワンツースリー。はいどうもインディキマイチャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。おー今日もつけてますよ。さあ今日もここ香川県にあるマジックバーインディキからお送りしますね。このチャンネルは私インディキマイチャンネルでしたがいろんなマジックを実現するチャンネルでございますよ。チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録してみてください。日々シュールなマジック動画見れるかもしれませんよ。さあチャンネル登録をされてる方はコメントやリクエストバッターいいのもよろしくしますよ。おーさあ今日も元気が元気よくやっていきましょう。インディキ月曜日ね、おとついワクチン3回目打ってきましたよ。もうそのおかげで昨日、熱が出ましたね。高熱じゃないんですけどね、まあ、もう微熱ですけどね、微熱が出てちょっとお休みしておりましたね。さあというわけで今日も元気、今日はもう会長でございますよ。さあ今日はこちら、おいサッカーラビットボードというマジックでございますよ。本当はこれ土台があるんですけどね、土台がないので、全然自立しない商品になってしまいましたが、サッカーラビットボード、こちらお値段13,200円もする商品でございますよ。まあ、よくあるヒップホップみたいな感じでございますが、とりあえず実演だ。ウィーおーい。さあこちらにシルクハットの中に可愛らしいウサギちゃんがいるぜ。白いウサギだ。さあ白いウサギを背中に回してワンツースリーとすると、おーい、なんとも言えない色になっちゃうぜ。オレンジ色かな。さあオレンジのウサギをおーいワンツースリーとすると、おい、まさかの白ウサギに戻っちゃうぜ。すごすぎるぜ。完全に白ウサギだぜ。おい、背中で回しろで回すとこうなっちゃうぜ。おい、そうじゃない、ほうほう、おい、この裏は、おい、できない、おい、ピエロだぜ。おい、おい、いかがでございましたか。サッカーラビットボードというやつでございますね。ウサギが、おい、ピエロになっちゃうぜというやつでございますね。いかんせん、まあ、外国ものでございますので、ちょっとピエロがちょっと怖い。ウサギも、まあ、それほど可愛くない感じでございますね。まあ、よくできたマジックだと思いますけどね、これね。1個でこう済みますんでね、まあ、かさばらない感じがして、まあ、土台がちょっとないんでね、土台をちょっと作ろうと思いますけどね。お値段はなんと13,200円、ファンタジアさんで発売中でございますね。こちらのメーカーなんだろうな、韓国メーカーなのかな。多分これと一緒ですね。このマークがありますね。このマークがあるメーカーでございますよ。これこちらでございます。何の変哲もないお椀からおいむしゃむしゃ、おーい、ライスが出るぜ。おーい、むしゃむしゃむしゃ、アピアリング、イーティングライス、アピアリングライス、イーティングライスができる商品でございますね。こちらのこのロゴのメーカーが作ったやつでございますね。聞いた方はちょっと探してみてね、買ってみてください。まあ簡単でございます。もう普通にできるやつでございますね。まあ今日の動画この辺見て一見落着ということでね、次回の動画もお楽しみください。それでは皆さん、さようなら、またね、バイバイ、ウィー。